この度世田谷区議会議員に立候補いたしました長谷川誠です。私の公約は3つです。1つ世田谷区議会で、外国人生活保護の件数や割合や、国籍別などの、実態を明らかにして公表し議会で廃止を訴えます。2つ外国人の、国保税滞納の件数や日本人と比べて滞納率がどうなっているのかを調べて公表していきます。3つ成果の見えにくい委託事業補助金事業いわゆる WBPC 問題ですね、を調査し、疑義があれば、糾弾いたします。携わっている議員や役所員も追及いたします。どうぞよろしくお願いします。外国人の国保税滞納は豊島区では 53% でありました。どんな企業でもですね 53% も滞納されたら商売が成り立ちません。外国人は外国人の枠内でやってもらうか民間の保険で賄ってもらいたいと考えております。世田谷区民の皆様、長谷川誠にご投票よろしくお願いいたします。世田谷区にお住まいの方のお知り合いがいたならば、お声掛けください。よろしくお願いします。